ご本人が戦うという意思があるのであればその意思を貫いてほしいなと思うんですけどこの真相とかどちらが正しいとかは私は判断しかねますのでただ私の感情だけを申しますと今までいろんな局面で助けていただいてるんですね。でお笑いいっっててととかかボケとかっていう 言い方ありますけど手を差し伸べて助け合うところがどっかでありましてできっと松本さんに助けてもらった人っていうのは私だけではなく芸人さんだけでもなく世の中にたくさんいるのではないかとだからといって何でも許されるわけではないそういう時代であるので非常に辛いです私は。